大立城あるいは大立は、福島県岩き市の内郷見大境町、吉間町下吉間、平にかけて存在した室町時代から、戦国時代の城。2017年5月1日に、大立城跡として、岩き市の史跡に指定された。16世紀初頭にこの城付近の地名として、平が現れてからは、平城や平大立のように呼ばれたと想定される。 1980年代末頃から、江戸時代の岩木平城と区別、対比するため、飯野平城の名称が、大館の他に使われるようになる。正確な築城者、追記年代は不明だが、岩木市の初流の白土隆広が築いたという伝承が、正しいとすると、14世紀後半、内し15世紀初頭ということになる。いずれにせよ、文安4年10月20日付の、 大阪部大輔正隆、お師匠という文書に、大館が現れるので、追記時期はそれ以前である。自治体資料や、観光関係施設などの案内で、文明15年築城とする説が見受けられるが、大館を、岩市総領、当主の居城とした後、あるいは居城とするに際して行われた増改築などを、誤伝したものであろう。その、岩市総領、当主の居城、 本拠地とした時期に関しても諸説ある。一つは、白土隆広の孫で、カキツの内紛を制し、岩木一族総領の地位を得た、岩木隆中の時とするもの。あるいは、その龍忠氏の孫で浜通り南部の戦国大名と、貸しつつあった岩木常隆が1483年に、白土から、当地へ移ったとするもの。龍忠氏の子。 常ねの親にあたる岩地方かと推定する説もある。常ね以降は、代々の岩市当主の居城として受け継がれることになるが、関ヶ原の戦い後に、岩市は、海域、所領没収され、代わって1602年に、鳥居忠政が十万国で入部し、大館城の新たな城主となった。忠政は徳川幕府の命を受けて、大館城の東に新たに、 岩木平城を12年かけて築き、完成とともに居城を移した。これに伴い、大館城は廃城となった。さらに道の区石川市あるいは、上記の岩木市の一族の大館市はこの地名によって派生したとも言われている。指定文化財、一覧、11、12ページ。現存する、同時代の資料で城の名称を直接表しているものはない。 その代わり地名の平が上官を参照していると見ることができるような際にも使われている。例えば、岩木重隆の晩年、内市11年のものと見られる書状の老婆を平に書く工場での平は、岩木市当主、岩木下隆の館を指しているともみなせる。福島県教育委員会による中世上官の調査報告書で使われた名称に由来すると思われる。 ただし同報告書での E の平次郎は、従来の通称、大館城と高月館及び E の八万宮を包含する一帯に存在した中世の城官を連続して捉え、古希、宇目に中世城官遺跡群の名称として設けられたもので、一城官である大館の別称、遺称ではない。前景、岩木重隆書状の中で、 平とは別に、茂高自身の隠居城と見られる城について、い野のへ、貴城といった表現が使われているので、戦国時代当時、平とい野のは別の地名であり、い野の平のような地名や、い野の平城のような古称、名称はなかったものとみられる。ちなみに、中世、い野の号い野の号の範囲からすると、大立の位置は群、里の西の端で、 隣の岩崎軍との境界付近にあたる。特に主格の置かれた山は、飯野郊外だった可能性もある。なお、飯野平が現れる、最も古い資料は、俗群書類獣巻、第139の岩木経図である。大須賀院県1912、P22 福島県編1966、書集文書4938。飯野平城石碑文明年。 つい完成重修書家不巻き512いわき、続軍書類10巻き、第139いわき経ず2018年3月31日までは、国道、翌4月1日からは県道。ありがとうございます。